どうもこんばんは、かなたでございます。もうど真ん前にありますが、こちらは渡島トンネルでございます。先ほどのね、渡島こっち見えないね、見えないですけど、渡島こっちにあるんですけど、ここ歩いてね、ここ来るんですけど、そこすぐ近く、歩いて2分ぐらいあります、渡島トンネルでございます。まあ、ここもね、もろともそういう風に言われちゃっている場所なんですが、これなぜかというね、理由があるんですよね。理由というか、そのこのただのトンネル、この短いトンネルがなぜになんかその不気味だとか、そういうふうに言われるかというのがございまして、それがですね、途中にあります。理由がすっげえ水滴落ちてきたけど、これなんかね、あれなんか、あ、トンネルの道中になんかあるぞと、なんかあるぞとなるわけですけど、こちらですね、こちらはあの洞穴なのかな。そもそもここにはこういうのがあったのかな、開いてたのかな、作ったのかどうか分かんないですけど、あったのかどうかは分かんないですけど、この後ろに来ますとこういうものがあるんですね。聖福観音様、聖福観音、これ福を招くのに心霊だってなん、どういうことだと思うんですけどもね。でもこれがいきなりあったら、まあビビるっちゃビビるよね。だってトンネルの途中にこんな観音さんとかお地蔵さんとかないもんね、普通ね。普通よ、あるところはあるっていうのもあります、僕も知ってます。でここの福井県と石川県の道中県境にあの牛首トンネルっていうのがあって、そちらは途中にお地蔵さんがあったりするんですけど、その他にもあるらしいんですよね、ちょいちょい。僕も何か所か聞いたことあるんですけど、僕福岡にもあったかな、確かね、あるんですよ、なんかそういうのが。四国にもあったかな、そういうのがあるんですよね、やっぱね。なのでね、そんなにあのとんでもなく珍しいもんでもないかもしれないですけど、まあ珍しいっちゃ珍しいのかもしれないですけどね。これ俺でも俺は怒られてんじゃないかな、これは。悪の手を観音様が見てござるぞとね、言われておりますんでね、危険だぞ、お賽銭箱に刃物が仕込んである。嘘ん嘘ん、そうなの、仕込んでんの。それはあの、こうお賽銭を回収する人も危ないんじゃないの。それはそれでどうなの、そこまでする、そこまでしないといけない世の中なんですかね。いやね、申し訳ございません、ちょっと申し訳ないんで、ちょっとお賽銭を、お財布持ってきたか、持ってきた賽銭箱に賽銭入れたら刃物が飛び出してくるとか、そういうことじゃないよね。それはちょっと勘弁ですけど、ではあ、うおん嘘だ、刃物が今押し返したのかな、すいません、落ちちゃったんで、ちょっと刃物出さないでね、落ちたからですよ。道中、今これで全ての撮影が終了です。道中怪我なく、病気なく、事故なく帰れますよね。
さて行きますかね。失礼しました。すいません。ここでね、怖い話トースマッチ僕やってるんですけど、誰も知らない怖い話っていうね。それで1年ぐらい前かな、この小島に行く途中にトンネルがあるということで、で僕もなんかね、トンネルがあることぐらいは知って言ってたんですけど、島のその、まあ、その話の中でね、でこんなお地蔵さんというかこの観音様が置いてあることを全く知らずにお話を聞いてて、あ、そんなんあるんですかと。あ、ちょっとじゃあ次もし行くときここ行きたいんで行ってみますわっていう話をしてたんですよ。あったね、見事に。でも雰囲気的にはその怖いとかっていう雰囲気ではないよね。僕は撫でちゃってるからそうなのかもしれないですけど。はあ、え、そう、もう電池ないの。そう、あ、電池ない。このトンネルが山の中から現れたら若干不気味ではある。ああ、もう本当にこの週は役立たずだな。いや、言うこと聞け。よし、ここ見てみたいな。ここからすごい景色良さそうなんだよね。あ、外観は取った方がいい。こういうとこですね。こういうのポンと現れます。そもそもこう右ここ繋がってたのかな。そもそもそこにこうつくズドーンってこのトンネルを開けたのかな。そっちの方がバチ当たりな気がする。開けた時にあーってなったのかな、ひょっとしたら。そんな気がしないでもない。分かってて開けたと思うけど、ちょうどいい感じだったのかな、なんかそういうものを置くのに。インカだからちょっとダメだ。あ、危険、急傾斜地崩壊、被害、え、そうなん、危険なん、あら、はい、それでは小島随道でございました。怖いとかそういう雰囲気ではないですが、ああいうね、まあ、そういったちょっとそんなところでもこんな怖い話があったりすると雰囲気もあるのかなと。もしね、話がねあったはずなんです。あるんです。分かったら貼っておきます。動画に。では
これにて西日本の旅映像は全て終了でございます。いや長かったです。まあまあ感傷に浸ってる場合じゃない。今から、今福井県なんで今から東京に帰らないといけないんで帰るまでが運動会ですからね。まあまあこんなこともまああんまりないと思いますけども、まあこれあの2年後ぐらい 1,2 年後ぐらいにですね、お金をしこたま貯めてもっと余裕のある、日本一周をですね、したいなと思います。本当余裕がなかったんでですね、しかもいろいろトラブルもあり、まあ、でもすごく楽しかった旅です。長旅はすごいいいですけど、やっぱ体力的なもんとか精神的なもんとかいろいろな、ね、面でやっぱちょっとあるので、 1,2 年でちょっと体とかそういったのを鍛えつつお金も貯めつつ準備を整えようと思います。まあ、この旅もですね1年半ぐらいかけて1年半かな2年ぐらいかな西日本、まあ、日本一周するって言ってたんですけど、それから日本一周になり西日本一周になり、西日本一周にはならず西日本の本州一周ですね。今回の旅は福岡も、うん、まあ、満足するほどは回れなかったんですが、まあまあいい経験させてもらいました。結構行きたいところは行けたので、ではまたあの関東のこの凸シリーズは、まだまだこれからも続きますので、よろしければ応援していただければありがたいです。ではいい場所で締めれたんじゃないかな。ありがとうございました。また別の関東の地域でお会いいたしましょう。ありがとうございました。